悪いことしながら YouTube やる人いるわけないですよね。悪いことしてないのに何か言われるから YouTube 反応したくないわけですね。そう、俺別に反応したの、最初の文春のことは安くやったけど、あれも誰かがやんなかったら、いつまで経っても文春がいい気になって、なんか全部自分たちが正義の味方みたいになってさ、返事をくんなかったらこっちが悪者みたいにされてさ、いやもちろん文春は本当のこともありますよ。でもなんか人の弱みみたいの、まあそれはガーシーもそうなのかもしれんけどさ、でも本当に悪いことした人はしょうがないよね。だから俺ガーシーでさらされてる人のも思ったんだよ。本当に悪いことしたんだろうと。だって俺だってさらされるでしょ、それは本当に。女の子とかにさ、やりっぱでさ、捨てたりさ、そういうことを俺がずっとしてきたら俺だってずっとやられるでしょ。これ、そういう面で言うと女の子と別れてひどい目にしたことは、俺はないよ。もしかしたら、気がつかないとこでしちゃったことがあるのかもしれないよ。そういうのは正されたら謝るしかないじゃん。でも俺基本的に女の子にはみんなよくしてきてあげたつもりだけどね。別れた子にも威張ることじゃないけどさ。